皆さん、ごきげんよう。最後のダンジョンへ向かいます。場所がお城に近かったので、一度戻っていました。あんたの感想はいらないから、その解読文章を読ませろ。とても複雑そうなダンジョンだと思ったかもしれませんが、基本的には一本道です。ただ、とにかく長い。
ちなみに、入り口付近にいるサルモールを掃除した後は、狂乱と暗殺の出番が少なくなります。皆さんも退屈せずに済みます。
ここからはオートマトンと遊んでもらいます。
全部倒せると思ったんですが、爪が甘かったようです。というか戦線を拡大しすぎました。センチュリオンは順番に起動させましょう。こんな感じでカウンターを食らうとワンパンでやられます。普段私が幻惑呪文と暗殺だけだと思っているあなた、私と同じ環境でプレイしてみてください。センチュリオンが反撃してこないことはたまにあるんですけど、原因がわかりません。
念のため補足しておきますが、暗殺を使わないとは言っていません。あとリベンジオブジエネミーズのドラウグルを暗殺そして一撃で倒すことを目的とした武器の強化をしています。センチュリオンをダガー1本で倒すのがイマーシブかどうかは分かりませんが、ナイフで機械を解体できると思うので許してください。
今回はここまでです。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。